言ってますよね。また一段とさっき測ってきたら96しかなくて。96？ うん、ですごく。ちょっとカゴ持ってきて。食べるし。食べてます？食べるし、すごく動くし、声も出るしなんですけど。あ、元気はいいわけですね。すごい元気です。でも100は欲しいよね。130はちょっと不満だけど。ここで一番99、ここで100切って、この間102だったんでね、12インチが、ここで測って、お家で103、大体同じの体重ですよね、うん、測ったら、4インチが30、あ、出てるんだ、結構。今日も結構出てたんですけど。あ、そうですか。だから、4インチとしても37、そうだよね、35から45ぐらいですんで。サイズしてますね、はい、じゃあちょっと私も体重を測ってよく見てみますね。そうだよね、もう直接飲ませるのやめたんですよね、この子ね。すごく飲んでくれます。あ、慣れました。もう最初から美味しそうです。美味しそうです、うん、まああれ別に足の薬じゃないんだけどね。あ、そうなんですか。そうだって水溶性と脂溶性のビタミンなわけなんですけど、食事で不足しがちな成分を入れてるわけですけど、はい、じゃあちょっとごめんね。おきちゃんごめん、嫌がるけどちょっともう出してもらいますよ。ドキドキしてる。診察室の前に一瞬消して。診察室。はい。火をつけて。ちょっと待って、さっとその飲みます。あ、餌はそうね、入ってるけど少しだね、10% ぐらいですね。ガラ？ん？どっちが痛いんだったっけ？左。あ、じゃあもう全然握力は変わらんぐらいありますね。爪が長いんだこの子だいぶ。そう、爪どうしようもないねこれ。でもちょっとそうだね、確かにちょっとここ少なくなってきました。触っています。まあまだ筋肉ありますけどね、そこそこ。でも全然最初と違う、うん、最初はね、筋肉のように脂肪が乗ってた。 あの130の一番最初もすごかったですね。これが普通なのかとか、うん、でもまあ100は欲しいかな、うん、97。緊張してるのね、離婚してるじゃんね。この子ってさ、あのサンプルのペレットは食べないですよね、つぶつぶ。パウダーはかけてる。パウダーかけてます、うん、こんな感じで今ひまわりのを食べないもんですから、こっちにこれにこういう餌に混ぜて。これって何？ペレット。これってペレットじゃん。これは、まあ、食べてないんです。一応混ぜてはいるんですけど。そうですか、うん、じゃあもうパウダーだね。パウダーかければ皮付きを、ね、いい食べるときに一緒に多少は口に入っていくと思いますから。先生からいただいたやつかけて、うん、まあ、あの水にやるやつはさ、あれなくなるまで使いますから、そのまま使っててください。はい、はいはい、で握力もしっかりしてるけど、なんかここに傷跡があるんだけど、かさぶたみたいになった。あ、そうなんだ、ね、よくね、こうやって捕まえるときに暴れるからかな。あ、そのときになったのかな。一応ここだけつけておこうか。やっぱり抗生症状当てないとこうと思うだけちょうだい。60の1点です。ちょっとここだけ当てときます。
で外してそれで入れて、あれごめんね、ちょっとここだけちょっと遊びますね。今気がついたところですよね。じゃあ、かえってこの右足の方はなんかちょっと角度を少しこれぐらいにしようか、はい、ごめんね。病気してるんでしょうか、体重減ってて。だんだん適正体重になってるじゃないですか。そう考えればいいんですけど、まあとりあえずさ、あの 体重はやっぱり継続して測ってやってください、うん、で、あのうんちの数もね、いや要はさ、40から60ぐらい出てほしいんですよ。ああ、1日ですね。そう、24時間もっと出てたような気がする、うん、だから、あのまあ、それで食事はとりあえず変えないで、だけどあれがかかるから食べが悪いのかな、もしかしたらパウダーかけると。でも食べてるのは食べてるんですよね。もし可能だったらさ、はい、パウダーのかかってる皮付きの餌とパウダーのかかってない皮付きの餌と2つ置いておくといいかもしれないですね、うん、それでちょっと食べっぷり見てもらって、かかってない方がよく食べるかもしれないよね。めんどくさいけど、ちょっと待って、この子さん、とりあえず元気はあるみたいだから、あともう一個ね、はい、あの寄生虫、抗寄生虫薬ってまだつけてないですよね、この子に、首の後ろに。その話をしてませんかね、はい、寄生虫を抑える薬。あ、聞いてないです。聞いてない。じゃあちょっとその話をさせてください。はい、これ、いいよ。そのままね。うん、ですね、これに書いてある。ここに来てる鳥さんでね、みんな、まあ 100% とは言えないけど、結構の確率でこの抗寄生虫薬をつけてるんですね。うん、具体的な名前はモキシデクチンと言います。モキシデクチン。でこれを首の後ろに一滴垂らすんですよ。そう一滴垂らすと体の表面の寄生虫、例えばハムシとか海鮮とか、それからあと消化管の寄生虫、海虫とか細長い線虫類、それからあと血管につく寄生虫、それが予防できます。で割と副作用もないです。でこの薬の大元の薬はイベルメクチンという薬がありましてね、あります。でこれの進化した薬です。でこのイベルメクチンは5、6年前にこの薬を発見した先生がノーベル賞を取ってるんですよ。日本人なんですけど。で、なんで取ったかっていうと、これ実は言うと獣医業界ではね、50年ぐらい前からね、50年、40年ぐらい前かな、使われてる薬。フィラリアの予防、ワンちゃんって蚊に刺されると寄生虫感染するじゃないですか。それの予防薬として月に1回投与してる。で、人間用で2、30年前から作られていい薬だということで、で、抗寄生虫薬として、まあ販売されてるわけなんですけど、まあ、日本ではそんなに浸透っていうか使うことないんですけど、アフリカとか南米の人たち寄生虫感染すごいするんですよ。ブヨに刺されたりして、特に川辺に住んでる人はそう、ブヨに刺されて寄生虫感染して、それで線虫、ちっちゃい線虫が体に入ってきて、それが目に入ってオンコセルカ病って目が見えなくなる人がやたら多いらしいんですね。でそういう人たちにあの WHO を通してこうウェルメクチンを無償提供して飲んでもらったの。ただ副作用がなくて、そのオンコセルカ病が激減したの。それですごい薬だということで、あの発見した先生がたまたま日本人だったんで、その先生がノーベル賞を取った。もう脳に行くとかいう虫とかですか、線虫。そう。そう、脳にも行く可能性あります。線虫って運が悪いとね、体内免疫して脳に行くこともありますね。がもう一個はね、コロナ。今の人間の新型コロナ、これって問題じゃないですか。で、まあ、ワクチンとかあって。で治療薬一時なんかいろんなのが出てますよね、うん、このイベルメクチンも効果あるんじゃないって言って、あ、そうです。で1年ぐらい前から結構治験はされてるんですよ、うん、でそこそこ効果があるんですよ。でも日本ではなかなかも、あの、ね、厚生労働省がそうです、ね、あの認可してくれない。でこのついこの間インドでさ、すごい流行っていっぱい亡くなったでしょ、うん、インドでこれ使われてたらしいんですよ。あ、そうなんだ。それで結構効いてる人も、まあ、全てが効くわけじゃないんでしょうけど、だってもともとコロナの薬じゃなくて抗寄生虫薬なわけで、なんで効くのかメカニズムは全然分かってないんだけど、なんか初期の人かな、どのレベルかは私詳しくは分かんないけど、ちょっとコロナに効くかもしれないと言われてる薬だから、現実問題今日本でイベルメクチンは、私人体薬も買えるんだけど買えない。
備蓄してるみたいな、そう、ね、もし、ね、認可されて使えるんだったら使おうということでプールしてるみたいです、ね、そういう薬の進化したやつで、これの進化した薬で例えばセラメクチンってあるんですよね。これはウサギさんとかにも使ってますね、私あのなんだっけチンチラとかね、モルモットとかそういった子たちも、でこのモキシレクチンで、これをですね、まあ、今日は説明だけにしてみますから、またもう1週間以上観察してください。で元気だったら次回つけます。1回1000円かかりますけど、で、まあ、あの予防的には月に1回ずつやるんですけど、今日体重減ってるからさ、あんまりちょっと無理につけることもないかなと思うんで、でもうここまでが限界ですよ、97は。この子って手からは食べない。食べない。噛みつかれちゃうの。好きな泡玉手に乗せてもダメ。ダメなの。しつけの基本は話してます。知ってますよね。だからそうなんですよ。あのせっかくならさ、オカミインコもさ、10年ぐらい生物学的寿命があるわけですよね。長い子もっと生きる子います。なんか長いですよね、うん、長い子いますよ。でも20年生きてる、そうそう、15年とか20年近く生き込む中に、でもそれはほん、まあ、稀な方です。まずは10年を目標に、最低ね。でそのためにはさ、そんな仲良しじゃないとなかなか辛いから、それから食べさせたいよね。で噛まれちゃダメだから、最初はさもうちょっと噛まれると痛いからさ、こういう薄手のさホームセンターで革の手袋の薄いやつを、うん、そしたら噛まれてもそんな痛くないから、軍手だと痛いんですよ。確かに痛いんです、軍手が。だからこういう薄手のやつをちょっと使ってさ、当て手で食べさせる練習、手には乗るわけ。いやーの、あ、乗るけど、でもおいでで乗るわけじゃなくて、勝手に乗ってくるみたいな感じです、ね、だからそこで、まあだからおいでで乗せて、そこで手で食べられるようにちょっとした方がいいですよね。包丁はするんです？あ、します。じゃあ包丁するならなおのこと、こ部屋に戻すとき大変じゃないですか。そしたらそういう、散々遊んでからはもうスッと言ってくれるんですけど、そう、だからそれを人間のコントロールでね、あの要はおいでって手で食べてくれれば、あのハウスが教えるから、だからまずその第一歩が手から食べると何もできるのでね、ちょっとやってみた方がいいかなと思います。でこの観察用紙はもうあんまりもかけるね、この続きがあるから、あの時々体調を張ってくださいね。で、はい、私があのすごい知りたいところはここです。このうんちの数です。うんちの数の合計が知りたい。だから合計書いててください。あ、すいません、はい、で時々体重が測ってあって、はい、時々この子の環境温度、これは時々でいいです。あ、はい、でもこのうんちの数だけは毎日知りたいかなと思いますね、はい、じゃあそれをちょっとつけながらちょっと、はい、でじゃあ今日はお薬は出ませんので、はい、うん、でじゃああの一回じゃあパウダーかけてないご飯とかけてあるご飯と、はい、2つちょっとめんどくさいけど置いてみて違いがあるかどうか、それと足の裏、右側の足の裏ね、うん、ちょっと傷、あのかさぶたみたいになってるから気にしてなきゃいいんだけど、傷ってさ、治りかけの時痒くないじゃないですか、痒くて自分でかじってまた血出す子がいるから、うん、そういうのがあったらまた途中で行ってください。それは右の方ですか？右でした。あ、右でした。右でした。右の、あの指の付け根の辺でした。そうなんです、はい、知らんかったね。ということですね、はい、ありがとうございます。はい、じゃあまあ、あのレントゲンはまあ取らないですから、1週間ぐらいを目安に、何かおかしかったら途中で行っていただくと。じゃあちょっとしつけの基本をちょっとこれ言うのは簡単だけど、やるのすっごい大変なんです。すっごい難しいことだと私も重々分かってはいるんだけどですが、掴めないんです。めっちゃ怖かった。そう、めっちゃ力あるし、はい、結構ね、バイバイ。そうなんですよね。お願いしますって。またまあでもちょっとできる範囲でやっていただけると、はい、いや、それがさ、治療にもつながってるんですよ。しつけの基本ができてる子ってさ、モテるじゃないですか。ああ、そうか。で、薬飲ませてって言ったら飲ませれるし、その前後に ご褒美あげて褒めるっていう、そういうことができるんですよね。だから、今回はたまたまさ、良くなってくれてるからいいんだけど、そう、もうちょっと飲ませなあかんっていうことだとできないと、必死だったもん。できないですよね。この子も必死になっちゃうから、ストレス。それが必死になるようにするために、ちょっとハンドリングというかね、していただけるといいかなと思いますね。ありがとうございます。はい、すいません。はい、ありがとう。